スノードロップは、ヒガンバナカガランサス族の総称。学名からガランサスとも呼ばれる。松雪草ということもあるが、松雪草はガランサス族の一種ガランサスニバリスの和名でもある。北米では稀にキンポーゲカ、金宝外科アネモネ族のアネモネ金カフォリアを、スノードロップと呼ぶことがある。また、エゴノキカハレーシア族ハリシアを、スノードロップツリーと総称することがある。 スノーフレークは、名前が似ているが、別属である。学名である、ガランサスは、ギリシャ語のガンマラムダアルファーとニューシータに、由来する。スノードロップの故障は16世紀から17世紀に、かけて、人気のあった類的型の真珠のイヤリングであるドイツの、シュニートロピフェンに由来する。ヨーロッパや、西アジアの19種のスノードロップの分布図。 自然な範囲の表現の試み出展、wikipedia ペ,ページ案で、ru,fr 球根で育つ。種子から育てることもできるが、花が咲く大きさの球根に育つまで数年かかる。冬の終わりから春先にかけ花を咲かせ、春を告げる花として知られる。花は白で、三枚ずつの長い外花火と短い内花火を持つ六弁花。いくつかの種ではない花火に。 緑色の斑点がある。夜になると花を閉じ、昼間吸収した暖かい空気を保管する。体感性は強いが、土壌を選ぶ。直射日光に弱いため、木陰や木の下に移動、を植える。約20種が属する。よく知られた種は日本では1月22日などの誕生歌である。花言葉は、慰め、希望、恋の最初の眼差し。 スノードロップは生殖節との関係が深く、修道院の庭でよく育てられていたため、修道院の跡地などに自生していることが多い。生殖節の日にスノードロップをカゴやボールに集めて家に持ち帰ると家が清められるという言い伝えがイギリスのヘレフォードシャービーコン近隣で伝わっている。イギリスも自生地とされるが、 修道像がイタリアから持ち帰ったものが定着したとも考えられている。スコットランドでは年が明ける前に見つけると翌年には幸運が訪れると言われている。ただし結婚を望む女性が2月14日以前に積むと不幸が訪れるとされている。 キリスト教の伝説によると、エデンを追われたイブが地上で初めて迎えた冬の日、野原の草花がなくなった一面の雪原に嘆いていたところに現れた天使が、イブを慰めるために降っていた雪をスノードロップに変えたという。このことから、希望と慰めの意味を持つとされており、花言葉の由来となっている。異なる伝説として、恋人が死んでいるのを見つけたケルマは、 スノードロップを積んで彼の傷の上に置きました。それは彼を目覚めさせることはありませんでしたが、彼の肉体は雪の雫に変わりました。このことから、花は死の象徴でもあります。とあり、死を連想させることがある。この言い伝えのあるイギリスの農村部では不評で、初頭にスノードロップの花束を家に持ち込むと不幸が起こると言われており、また、 この伝説から異性への贈り物として選ぶことは、あなたの死を願う、という気持ちが込められているとして、配慮に欠けるとされている。ドイツには、雪が自らに、色がないため、色を分けてくれるように花に頼んだが拒まれ、唯一それに応じたのが、スノードロップだった、という言い伝えがある。ロシアの詩人、マルシャークの、森は生きているわ、少女が大晦日に、 ママ母からこの花を探して摘んでくるように、という無理難題を言いつけられたのが話の始まりである。ありがとうございます。